たまに食い違う時はある、うん、まだまだだ、全然まあ、こそ、こんな、ね、まあ、でも結構 やれとるだと思いますけどね。あ10年にしてやれとるだと思います。嘘、おい、おい、おい、失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。鉄板味噌嵐、はい、味噌嵐か。そうです、味噌嵐、味噌嵐、同じこと2回言ったまあちょっと今日は、はい、まあ、俺もさ、やっぱ父ちゃん母ちゃん一緒にやってるやん、はい、しょっちゅう言い合いするじゃん俺。よく喧嘩しますね。これを選択するなとかねそうそうそう、選択の仕方とかでも白は白だけで洗ってほしい色つくんですよね。あ、そうそうそう、それを電話越してて、ね、これは洗濯機で洗わないでほしいとかそう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 、その今でも母ちゃんに洗ってもらったとかじゃないよ。掃除の仕事だけしかもできんから、パソコンもできんから、ただ掃除をします。会社の掃除とか家の掃除を仕事にして収容働いてるから、はい、で、はい、まあ兄弟、親父なの。そうですね、親子3人で、長男の、長男です。で、次男、次男で、これ乗ったのが三男、三男です。で、ね、妹、妹がいます。妹はどこにある？一番下、一番下です。におって、はい、さらにお父さんになる。いや、 やりづらねえか。喧嘩にならん、まあ、喧嘩じゃないですか。まあ、まあ、親さんにはな、はい、うん、まあ、大人だから。まあ、そうですね。まあ、でも基本喧嘩にはならないですけど、うん、たまにごめん、言いたそうじゃん。行こう、行こう。そう、喧嘩、まあ、しかも格闘技全員やってるしね、はい、あ、お父さんも空手やったの。お父さん空手やっとって、ここも空手か。あ、そうです。空手、空手、あ、で、空手、キック、キック。あ、空手やった後にキックやったんだ。そうです。で、一番下の日がボクシングで、あ、それ格闘一家なのに余計でしょ。なんかそうならんの、一緒に毎日おるじゃん。で、一緒に住むの。いや、僕は住めないです。まあ、なるほど。結婚して子供も、結婚して子供もある、はい、まあ、別に住んどんか。そうです。まだいいよ、ね。だって24時間一緒に屋根の下に行くわけだろ。まあ、屋根の下が車の屋根の下の場合だよ。だって一軒家の屋根の下におるか。そうですね。喧嘩も家だから。どんな感じだろう。喋る、親父と。親父と、まあ喋る、まあ、喋らんすね。あ、ご飯は一緒に食べる。あ、食べますよ。あ、食べるけど喋らんすね。いくつだ今年、25歳。あ、お父さんいくつなんですか。はい、48です。あ、48だとまだ元気だよね。だって俺で45だもん。いや、嘘ついたな今。なんで二通り年見えんこもない年だもん。まだ遊びたい。俺3個上は違うから、うん、あ、僕っすか。50っす。あ、でも向こう上だ。いや、まだ若いよね。勝てない時あるでしょ。 あるっすか、うん、もう逆に息子とか勝てない。あ、ありますよ、たまに。 あるっすか。ありますよ。だって置いときって、置いとき。まあ、仕事中は怒りますよ。あ、怒るんだ。怒りますね。どういうことで。やり方悪いとか、なんでこんなやり方しとんだとか。あ、そうか、そうか、塗装歴が長いもんね。何年やったんですか。そうです、ね、中学校の2年から学校行かんと、本当の塗装屋行ったもんね。結構良かったですよ、そういう、うん、スレンターもみんなそうだった。そうですね、だからもう30年ぐらいやっておりますよね。で、自分でも会社やってますもんね。で、こっちが空いたらこっち行ったり、お互いにパスしていってことだろ。はい。仕事のことでバーって言うんだ。言います。どんな感じですか。いや、結構真剣でいい。どういうことなんですか。はい。なんでこんな仕事やっとんだ。あ、お前もう何年やっとんだ、お前。そうそうそう。あ、マジですか。でも、バーって言うんですか。やっぱり納得できるんですか。まあ、教えたいっていうのもあるわね、息子だもんね。もう、やりやすいことを教える。うん、もっとこういうふうにやれよとか。そうそうそう。何とか何年やってもこんなことやっとんの。そうそうそう。まあまあまあ、全然。やっぱ仕事まだまだ、まあ、そういうのはまあまだその辺はちょっとあんまりたまに食い違う時はある。何年目と今年で10年目です。10年とか、うん、まだまだ全然。そうですね、こぞこぞ先に。まあでも結構やれとるだと思いますけどね。あ、10年にしてやれとるだと思いますけど。嘘、はい。でも言われるぞ結構。まだ甘いな。はい、結構言われるんだ。言われますね、たまに。まあ間違ったことは言われてないですけど、うん、まあ、たまに。例えばね、あれです、家、家庭のストレスをたまにここにあって。嘘、マジで。なってますね。あ、これ、ここから明らかにストレスぶつけたら、分かる、分かるわってか。昔結構ありましたよ。そう、最近エアコンのぼちぼちですね。あ、何々。エアコンの話とか。やっぱ兄弟が多いんで、
そこら中部屋がエアコンついてて、それでまあ電気代が高いとかで、ムカついて、昔は俺もよう言われた。なんでエアコンつけっぱなしにしちゃったって。でそれ朝の運転地獄ですよ。朝地獄ですよね。車のエアコンも？いや違うんですよ。車の中乗るともう空気が重いんですよ。気まずいかもしれない。車だったら気まずいっていうのは。そうです。で車の。それ何年ぐらい？結構前。若い頃。もう若い頃からずっとっすね。あ一緒にもう働いてたの同じで。まあそうですそうです。なのでもう。で車だと思う。そうです。で例えば現場行くまでに、ナビに従ってまあバーっと行って、道間違えるとするじゃないですか。するともうそこから止まらないんですよ。お前今の左じゃねえんかって始まってそこからお前らグーラって次だもう地獄のそういうことね。昼間は家では言わんだけど、そうです、車でちょっともうあこれなんかイライラしとんなと思って、あこれなんかしくじったら今日やべえなってやっぱ分かるんですよ。食べとるなみたいな、なんかあるなって顔見は分かるんで、あと空気がもうすんげえ伝わってくるんですよ。でそこからっすね。嘘。あでもちょっともうナビが右行ってたら、ま、ガラス間違えて、まあ、真っ直ぐ行って、うわっやべやってまったと思ったらそこからもう終わりっすね。嘘、はい、あでも真っ直ぐ行っとんの右だったらここみたいな。そうですそうです。じゃあ前は大体エアコンどうなっとんのそうなんですそうなんです。それがうざいっす。嘘うざいっす。嘘ほんと朝からね、何しにパティのこストレスを俺らにぶつけてきとんだろうなって。それだけじゃよ、奥さんに言われとるんだ。そうですそうです。それでイライラしとるもんで、よっしゃ切れるきっかけゲットみたいな感じでいきなり土砂降ってくるんですよ。マジで。そう、はい、もうそれは多々あるんですか。いや、そういうつもりはそういうつもりないけど、ないけど、なんかムカつくんですよね、動きがブレーキの踏み方一つでもういいでしょもんねで、ジアンボはじゃあどうなの。なんかあるの、そのやっぱ家族でやっとって面白くねとか、まあ、いいこといいよな、家族なもんで、ね、お互い言いやすいもんで、お願いとかも頼みやすいし、ケースとか、なんか家とかもあるし、こっちやりたいとか言えるやん。いや、嫌なこととかってあるの。嫌なことは、嫌なことはそんなにないですね、でも。ない。いや、本当でも今言ってた、運転ですね。本当。で、いつも頼んでしょ、今。ランの現場来るときはランが運転しとって、うん、親父のとこの現場行くときは、僕行きで帰りランとか、僕一人で行くときも、まあ行き帰り。ああ、行き帰り運転して。あれ、それで運転手なんか言われるんだ、今で。最近はないですね。昔です。逆にじゃあ、お父さんの中ではないですか、息子たちにもうちょっとこうしてほしいとか、なんかちょっとやってみていないってあるんですか。お兄は、とりあえず、家帰ったら風呂入る前って話。あ、家帰ったら風呂入る。とりあえず。そう、とりあえずすぐ風呂入りたいじゃないですか。はい。どうや。家帰ったらすぐ風呂入りたいですね。僕らやっぱ汗だくになるもん、ね、うん、夏場なんかはい。で僕すぐ風呂入りますよね。はい。でそっからじゃないですか。はい。もういきなり作業着バサーって脱ぎ捨てて、はい、パンツ一枚で。飛んで寝てますから、ね、やばーと思って夏、うん、なんかデラ疲れるんですよ。なんでもう風呂順番的に親父が最初なんですよ。やっぱ湯船に入るのは親父先なんで、それは昔から決まってるんで、でもそれまで待つの面が時間がもったいない感じなんですよ。でもいきなりパン一でそのまま布団で寝ます朝まで。いや、あ、じゃあまあで、まあ、1時ぐらいかな。9時10時に起きて風呂入るくらいです。あ、まあ、わかるけどね。で、うちの母ちゃんにほんで、うん、臭い移動の子も、うん、風呂入るようにちゃんと行ってよとか言って、今うちに来るもん。今でもお前いくつだ。いや、今は入りますよ。あ、ほんと。若い時だよね。最近。いや、家族できた。やっと、風呂入るようになったんだ。いや、だけど、涙からこっちの顔、体が強そうだもん。だからそういうのって俺気にならんのは、じゃあ肌弱いもんで、気になるんだよ、かゆみとか、はい、なんか体がなんか健康体そのものみたいな体しないなんか強そうなもん骨格とか、で気にならんのでしょ、多分肌が強いっていうか。そうです。あ、僕はあれなんですよ、はい、足が臭いんですよ、ね、やけに臭いよ、お前皮好きで切るぞって言っとんだけど、それぐらいじゃない。
汗臭いんだ、ちょっと匂いがない。いや、最近、まあ、多分今全く臭くないですよ。そう、はい、いや、臭くない夕方なんですよ。でももう12時じゃん、まあ、昔は臭かったですね。なんでなんで、いや、分からん、臭いんだろ。いや、靴もファブリーズでファブっとった。ファブっとったそういうのじゃないよ、洗わんねえじゃないよ。ファブリーズは効果ないですね。効果ないでしょ、一瞬ですからね。また戻っちゃう、匂いの匂いにつけとるだけなんで。ファブリーズとか絶対ダメだと思う、洗わんと。なんでその足が臭かった、風呂入ってなかったの。いや、風呂は僕好きだもんで。うん、なんで臭かったの。なんか臭かった一時期臭かった。臭かったそう、これなんかある、親父に一緒にとってやっぱいろいろあるの。ああ、まあでも最近はいろいろ考えることが、現場のこの親父にこう言われて、で考えるのもいっぱいなんですよ、今頭が。でそれでも最近ストレスがすごくて、なんであまりぐちはまああんまり言わんでほしい。言ってますあんまりぐちぐち言わんでほしいって言ってますよ。言わなかった。お前マジで理解どうするの。理解抜けてこんなとこ行くか。お前はどう思う。お前は残るのか。これからどうするかな。俺とも社長かぶとや。そうです。どうですか。臭くない。お願いします。いいですか、いつもやってるのに言わなくて。今日ははい、途中で俺ちょっと言っちゃってあれですけど、ね、はい、話できたの。まあまあ、結論仲いい家族って感じですね。結論仲いい家族。喧嘩はしないよ。喧嘩はなかなかないよと。喧嘩はしないよと。はい、じゃあ、はい、以上になります。足場材の買い取り、はい、と自習生今やってますんで、曲がりのパートナーさんで組合作って、そこに、まあ、今これが理事で、理事長と副理事長かな、副理事さんが今こうやって主任やってますので、ぜひそちらの方も興味あればよろしくお願いします。概要欄に貼ってありますので、ぜひお願いします。せーの、またみでー。絶対来ると思った。